梨の木峠は、岩手県八幡大市にある峠。標高は483がメートル。梨の木峠越えと、米城川の谷まそいの難所として、有名な旧数の街道の峠で、江戸時代は、梨木峠ともを記された。菅江雅美は、今日の今日布に、高山彦九郎は、北高日記に、峠越えを書いている。1891年に、津軽街道が、 北側の海無し峠経由で改作されたことにより、梨の木峠越えの道は、交通量が激減した。現在の峠付近は林道になっており、また、東北自動車道が、梨木トンネルとして、峠の真下を抜けている。菅江雅美は1785年この峠を越えて、その様子を今日の京布に記録している。4月、昨夜から、雨が降る。 なしき峠に向かうと、牛を追う男が今日は百里を行って、宿を取るから急げと先行ゆくこらに言う、牛馬の行き会が頻繁だ。道は、水田のようにに軽み、すねまで、深く入っていき悩んだ。そのため、まだ火が高いうちに、極田という集落に宿を取った1790年、完成2年、高山被告郎は、北高日記で、下り、極田村、橋を渡りて、 小坂を経て、新町六十軒取り、と記録している。極殿の町の外れには、朽ちた青禅神社がある。社の中に、馬の神が祀っている。坂を登っていくと、途中に、史跡、極殿一里塚が体になって残っているが、これも型を失いつつある。林道に沿って、田代川に越えると、旧道入り口があり、そこに、祭の神入り口がある。 林の中に入っていくと、大木の根元に、イの神が祀ってある。ありがとうございます。